私はいくつパンが食べれるでしょうか。食べれれば、食べきらんほど食べれれば。なぜパンで換算するの。好きなの。パンはうまいですか。パンはうまいですか。あ、それ。米がうまいだろう。いやー、米は、米はうまいですな。だってこの、パンはうまいですな。米はうまいですなと、そういった違いが分かるじゃろ。この人たちは、信長殿はいつもこの周りにうまいものがあるけど、わし徳川家康においては米を食べる機会が少のうござる。故にもう飽きた話。だって今白米しか食えんではない。何でも白米。何でも白米。何でも白米。むしろ混ぜたものの方が高い。逆転現象。みんなあの白米が食べたかったはずなのに。昭和の前半は。昭和の前半は。わしかわからん話ばかりをする。みんなあの銀シャリ飯が食いたいっつってな。銀シャリ飯。麦が混ざってないやつが食べたいっつって。全然の話されますよ。頑張って。江戸も白米が食べられるということで、随分と町人たち白米を食べられる時代に今は生きておく幸せを噛みしめる。どんなに少なくなっても白米だけを食べる。だって活気になるということですな。ああ、そういうこと。遠のものと白米しか食べんがゆえに活気になりやすいんです。お栄養が偏り、どれ。あ、ハハ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 ハ。病の名は確実に我らを笑かしにかかりまった。見事わしの策にかかったよ。全員笑いました。大きな声じゃな、トマは。ジャンボ宝くじ。大食いだ。何しらが勝って外れてもこう言って、まあこれはまあ単純な一例でございます。あと車椅子、公共施設に呼ばれる車椅子だったな。多くの人の役に立つ。だから寄付みたいな文化だな。なるほど。寄付をしながらさらに大きく返ってくる可能性がある。素晴らしい富くじがある。そうですね。我が江戸ではこの宝くじなるものは富つきと申し、うん、実際にこの多くの者たちが、うん、金を投じ、うん、それにより札の数が上がり、最後はその持っとる札を中に入れ、これでぐるぐると回し、最後つくんですな、さっと。それで刺さったものをこう上げ、それが当選者となり、
ということで全く同じ考えです、ね、これで寄付のことも自社仏閣を再興復興させるためにそれを始めました、うん、で考えることはいつでも同じというわけです。ちなみに名古屋市内の公園のベンチ、これ個人でも寄付できる14万5千円ぐらいなんです鶴間公園に14万、中村公園にもあるかな、あのよく見ると個人名が入ってあるんですよ、うん、個人名でよくなんか個人で多いのは夫妻で連名でこう結婚何周年祝い、はあなるほど、これでずっとこういう名が残せる。その場合信長殿は濃姫か吉野姫か、吉野殿はあ確かに見ればわかりますな。そうだな。機長の場合は一旦熊本だろ最後あたり。ああなるほど。ちょっと阿蘇に封印してきた。そしたら最近ちょっと阿蘇が動いただろう。阿蘇出たんだと思う。入れそうの。花瓶に反応する。何じゃ。に反応する以前は気づくのが遅かったがゆえに、ああ早くね、早く気づこう、すごい早かったな、すごいな、何で気づいたんだよ。まあやはり秀吉殿の御声、ああ声声秀吉の他の者と話をいたして、ああそうじゃな、気配ではなかなか、なるほど、わしはこの現世に蘇って面白いことがたくさん発見したけども、うん、一つこの気配で何かが分かるという武術の達人をしてもらった、うん、分かる分かる、おります。これで武術の中にはこの気配を察しその刀を避けるということを毎日毎日鍛錬するそういった武芸家がおります、うん、そういった者たちを集め実際に後ろから攻撃いたしたら避けれるかどうかというところを追いたしたところ全員全員簡単にやられる簡単にやられる。それでこの3人試したのでござるが、3人のうち1人はもう言い訳方式、まあ環境が違うであるからもう一遍やらせてくれてる、さりながら3人のうち1人は誠のお主、わしは今気配を感じた、気配にはまっとるで、わしは今何時後ろから攻撃されてもさっと止めるところで、その話拙者も聞き終えた、そうじゃろという話をし、何回してんのイデュストのダメです、それはダメです、何がイデュストのそれはダメです、違うんですよ、何が違うの、違いますよ、だってわしが言っとる間にこうしてあーひでしたわとわし待っとったのに振り向いた瞬間にはまだ飲むなそう、すまんちょっと全力投球はできない疲れたから、声がガスガスじゃん、花粉が大丈夫かな、わしはもう全くと言いたいところでござるが、うん、年々この鼻を垂らしたり、ああそうか、どう影響が出てくるような気がいたしております、なるほどどうじゃろう、もうわしはあかんって、レギュラー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 違う話が通じてないジャシャン。達人。おお達人。一言。達人。いやいや。どうした家康選手。ひどいですなこれ。ひどいな。雑いですな。お主は誠に当てたのか、甘いな、本当甘い、いやお主は誠に行かんのか、
やりすぎはダメですってちっちゃい声で言うなんて言ってんの。違う、だから秀吉が今悲しんでる。意外と強く来たってことで、もう自分の中で叩かれたことをなしにしようっていうこと、足に叩かれたことを無視してる。結構な勢いで秀吉との参りました。それは信長殿の後押しがあったから。そうですな。じゃあ違う。何の話しようか全然見ない。ああ、そういうことか。じゃあ結構理解して言ったのこいつ。あで、その後にわしが秀吉の背中バシンと。ああ、なるほど。逆だと思うんです。秀吉殿が前叩きに結構今強かったみたいで、今押しすぎです。触るな。触ってはありません、ね。今転んでしまったんです。すまん。わしは秀吉殿が向かわれた際に信長殿の後ろからドンといたし、それで勢いが増してわしの方に来たと勘違いをしてました。お前そもそも攻撃の前に音が大きいドタッドドン。見ろこの後、これ転んだ後ドタッドドン。いや達人ですよ。でも気づかれてます。全部これで気づかなかったまずい。誰でも分かります。分かった。トーマの近づき方は正解。甘いだここが甘すぎる。なんでお主の近づき方は正解だった。スルリスルリとお主さんこん。もう、あかん、もう今のでわし、ま、負け、もう今日は負けた。負け、今、コン。なんでそんな表情で言えるんじゃない。コン。もう負け、もうやめよう、この勝負はもう、お主の足は体力も、削られてしまいます。疲れた。これ、秀吉殿も、チートワーカー声を収めといた方がいいよ。あれまで予想で捕まったの。何の音なんだろう、どうせ。え秀吉殿、声が小さくござる。出してない。出したら織田家に使われる独身術。独身術良いですね、かっこいいですね。心を読む。違う。シーというのは唇と書いてる。え？唇を読む。私今そう思した。そうだ。どうだ。そう言った。どう？何を言ってるんだ。大丈夫でござるか。まさかお前心だと思ったのか。もう疲れてますな。疲れてるな。信長殿。一人だけ色が黒いぞ。疲れてる。それを言うなれば、それあまり良くない。それを言うなれば、黒、肌色、白です。白。いやでもただわしの色は変わってないんだよ。年中。はい、だからわしのようにその日に当たり黒くなってくるものがあると比較し、相対的により白く見える。白く見える。変わってないんです。なんだお前。すごい白いな。4年ぶりか、誘ってたの。幽閉されとったもん。幽閉されとる。3時50分。おぉ、ちゃんと。えらい腰重いですね。精神と体力の限界。ここの江戸の。結構出てきますさ、千代の関富士。千代の関富士。千代の富士、有名な方なんです、ね、昭和の話知らんの。知らんの。また昭和の話。いやいや、分かるわけにはかろう。横田大横田中期君、貴乃花に負けたんだ。ああ、なるほど。自分の得意な方を持ったの。ああ、なるほど。若い者にひっくり返さない我らで言う得意な陣形で負けてしまうようなんですね。これはもうダメだ。ああ、潔は良いですな。千代の富士、満たしたい。覚えておきます。今誰と会話した？誰と心を考えた？誰とも。あ、そう。どこ見とった？
下見とった。癒やすのは独身術があるもの。最後何なんだどうしたお前。いやさっきのが面白くて全力投球するともう歯止め効かないんですわし。最後信長殿がおられる前で秀吉殿がこれほど話すのは珍しいことでござるが、わしと秀吉殿が話すともう過去1小1時間ずーっと秀吉殿が止まらず、うん、珍しいですね。そうですと。で信長殿の話を振ると2秒で終わり。それは盛りすぎじゃろ。10秒で終わり。それはもう1分は持たないです。1分はもう言葉にならんです。といい、あとはずっと自分の話か、もしくは我が母上の話。大谷のことだ。さっき持ったよ。もう迷惑、本当に迷惑。もうあのまあこんな皆の目につかんところで会ってし、しまったんじゃが、遭遇してしまったんじゃが、まあもちろんなあこうね、まあ例えば演舞でわし手振ってちょーってやっとるじゃけど、そんなまあ見えないところでそんなわーやっとったらな、あの嫌がられるよ。だからこうまあ普通にこうやって手振るぐらいなんだけど、大台の方はわしが演舞でやっとるようなことを裏でもやるんだ。わーってやってるから。秀吉との裏表がありすぎます。いやないないない。我が母上はどこでも同じ姿であるってことです。そう、それが迷惑なんだ。いや、裏ではまあ言ってはあるやはり少しお静かにお姫様らしく、あんなもう本当にってよ降ってくる。他の松とか、松とかそれこそ狐様とかは、まあ行ってまいりますって二人こうパーって行って大台の方が想像つく、想像つくな。確かに自動ダブルの母は様子がおかしいから。そうなんだ。そうあんな感じなのかの子。まあでも想像はできてる。分かる分かる。いいやつのが息子だって。以上、以上となりました。んでは、明日はわしも城に降りてな。うん、そして、うではないよ。明日月曜日です。はいよ、おるし、戦国はどれも行きも出るし。うん、誰とですか。じゃあ、助け、もう一人の武将。ケイさんも助けさん。ケイシ君。白ガネーゼやりたいです。いや、やらない、やらない。あんなクソつまらない。助けの新企画をやるって約束したから。ああ、そうなんだ。白ガネーゼ面白かった。軍師がちゃんと約束を守る男なのね。軍師、本当に悪いやつだな。そんなことないです。嘘から出たまこと。ということで、新企画。結果、いい方向に進んでますよ、今。新しい。でも実際に、本当に、いわゆる助けを騙した時の予定表の本にはしっかり本当に企画が書いてます。ああ、じゃあそれやるよ。それをそのまんまやるだけだ。よかった。助けの新企画なんじゃから何でございます。まあ、なんでもいいです。楽しみだな。と見せかけてまた何かあるかしら。あかんです。そうしたら焦げ臭い匂いがする。炎上的で焦げ臭くなってしまうダメです。帰りますか。帰りづらい空気にしてくれたな。いやもうこれがもう一番帰りやすいんですよ。でも逆に言えば帰ってみようかな。帰りますか。本日は大義だった。またおう、さらばしょう。ありがとうございました。